西武、40敗。西武は11日、本拠のベルーナドームで広島と対戦し、1対2で敗れ、今季2度目の8連敗を喫した。先発の今井達也投手が7回を7安打2失点と連投したが、打線がわずか5安打で1点しか奪えなかった。今季、ワーストの借金は22まで膨らみ、交流戦の負け越しも決まった。先発の今井が2回に広島菊池に浴びたレフトフェンスオーバーソロの1点が重くのしかかる。今井は力投を続けたが、7回に代打松山のライト犠牲フライで2点目を失った。この劣勢を跳ね返すだけの力はなかった。3番に栗山、4番に中村の40歳コンビを据えた打線。栗山は初回に交流戦歴代単独1位の通算334安打を放つなど、2安打1四球と気を吐いたが、中村は4打数無安打に終わった。得点も8回に途中出場の佐藤龍の右中間2号ソロで1点を返したが、9回2アウト2塁で、源田はファーストゴロに。最後はヘッドスライディングの気迫を見せたが、アウトとなり、反撃はならなかった。この8連敗中は計10得点。この5試合となると、わずか4得点と極度の得点力不足に苦しんでいる。早く身売りしよう。楽天の初期より弱い、ってありえないでしょ。勝率3割キープも怪しくなってきたな、とんでもない弱さだ。これは田辺さんも給与あるやろ。源田がキャプテンってのがそもそも間違い。最後の源田の表情には来るものがあった。2軍の方が強いんちゃう？今日は源田がキーマンになったか。2回裏で終わりだよ。初球打ちゲッツーはね。今井はよく投げたとしか言えない。ショート夏を、おかわり2軍強制でいいでしょ。聖域崩すには、もってこいのタイミングだよ。源田は、過保護するファンのせいでダメになったね。それでも源田はかばわれ続けるでしょう。これは、今井も FA したくなりますね。ピッチャー全員、そう考えてしまいますよ。ライオンズの、負けた試合の記事はいつも早いな。試合前から、テンプレ作って書いているんじゃないか？凄まじいペースで負けてますね。監督代行さんの代行が、必要かもね。